死、無本。僕は一つお前に白状しなければならないんだよ、とイワンは話し出した。一体どうして自分の隣人を愛することができるのやら、僕にはどうにも合点がいかないんだ。僕の考えでは隣人であればこそ愛することができないところを、遠き者なら愛しうると思うんだがな。僕はいつか何か物の本で恵み深きヨアン。ある一人の聖者なのさ。 の伝記を読んだことがあるんだ。何でも一人の旅人が上凍えてやってきて、温めてくれと頼んだものだから、この聖者は旅人を自分の寝床へ入れて抱きしめながら、何か恐ろしい病気で腐れかかって何とも言えぬ嫌な匂いのする口へ息を吹きかけてやったというのだ。でも聖者がそんなことをしたというのは痩せ我慢からだよ。偽りの感激のためだよ。 義務関連に強制された愛からだよ。自分で自分に課した苦行のためだよ。誰かある一人の人間を愛するためには、その相手に身を隠していてもらわなくちゃダメだ。ちょっとでも顔を覗けられたら、愛もそれきりおじゃんになってしまうのさ。このことはゾシマ長老がよく話しておられましたよ、と阿良者が口を入れた。長老様もやっぱり、 人間の顔は愛に経験の浅い多くの人にとっては時折愛の障害になると言っておられました。しかし人間性の中には実際多くの愛が含まれていてほとんどキリストの愛に等しいようなものさえありますよ。それは僕自身だって知っていますよ、言わん。でも今のところ僕はまだそんなのを知らないし理解することだってできないよ。そして 数えきれない大多数の人間も僕と同じなんだ。問題は人間の悪い性質のためにこんなことが起きるものか、それとも人間の本質がそういう風うにできているのかという点にあるんだ。僕の考えでは人類に対するキリストの愛はこの地上にありうべからざる一種の奇跡なんだよ。なるほどキリストは神であった。けれど我々は神じゃないんだからね。 余僕が深い苦問を味わうことができるにしてもどの程度まで苦問しているのか他人には決してわかるもんじゃないだって他人は他人であって僕ではないからそれに人間というやつはあまり他人を苦悩者として認めるのを喜ばないものなのだまるでそれが礼儀でもあるようにねどうして認めたがらないと思うそれは例えば僕の体に嫌な臭いがあるとか 僕が愚かしい顔をしているとかでなければいつか僕がその男の足を踏んづけたとかそういったような理由によるんだそれに苦悩にもいろいろある屈辱的な苦悩僕の人格を下げるような苦悩例えば空腹といったようなものなら事前化だって許してくれるけど少しく高尚な苦悩例えば理想のための苦悩なんてものになると 極めて少数の場合以外には決して許してくれない。なぜかというと、僕の顔を見るとその事前化が空想していたような理想のための受難者の顔とはまるで似ても似つかないからというのだ。そこで僕はその人の恩恵を取り逃がしてしまうことになる。それは決してその人の悪意からではない。小事ことに足しなみのある小事は断じて人前へ顔をされすようなことをしないで、 新聞紙上で放射を凝うべきだ。抽象的な場合ならまだまだ隣人を愛することもできる。遠くからなら隣人も愛し得るが、そばへ寄ってはほとんど不可能だ。もしも舞踊劇の舞台でのように、小敷が絹のボロを着て破れたレースをつけて出てきて優雅な踊りをしながら放射を凝うのだったらまだしも見物していられるよ。しかしそれも見物するというまでで、 決して愛するというわけにはいかないもんだ。いや、こんなことはもうたくさんだ。ただ僕はお前を僕の見地へ立たしてみさえすればよかったんだ。僕は一般人類の苦悩について話したかったのだが、今はむしろ子供の苦悩だけにとどめておこう。これは僕の論拠を十分の一くらいに弱めてしまうけれど、しかしまあ子供のことだけにしよう。 これれはもちろんん僕にとって不利益なんだけれどね。第一子供はそばへ寄っても愛することができる汚いやつでも器量の良くないやつでも愛することができるもっとも僕には器量の良くない子供というものは決していないように思われるんだがね第二に僕が大人のことを話したくない理由は彼らが醜悪で愛に相当しないばかりでなく彼らに対しては天罰というものがあるからだ 大人は知恵の実を食べて善悪を知り、神のごとくなってしまった。そして今でも引き続き、やはりその好みを食べている。ところが子供はまだ何も食べないから、今のところまだ全く無垢なのだ。お前は子供が好きかいありょうしゃ。わかってるよ。好きなのさ。だから今僕がどういうわけで子供のことばかり話そうとするか、お前にはちゃんと察しがつくだろうよ。 で、もし子供までが同じように地上で恐ろしい苦しみを受けるとすれば、それはもちろん自分の父親の身代わりだ。知恵の実を食べた父親の身代わりに罰せられるんだ。でもこれはあの世の人の考え方で、この地上に住む人間の心には不可解だ。罪なき者が他人の代わりに苦しむなんて法はないじゃないか。まして罪なき子供が。こう言ったら驚くかもしれないがね、有リョ 僕もやはり子供が好きでたまらないんだよ。それに注目すべきことは残酷で情欲や肉欲の旺盛なカラマゾフ的人物がどうかすると非常に子供を救うものだよ。子供が本当に子供でいる間、つまり七つくらいまでの子供は恐ろしく人間離れがしていてまるで別な性情を持った別の生き物の感があるよ。僕は監獄へ入っている一人の強盗を知っているが、 その男は商売のために毎晩毎晩あちこちの家へ強盗に入って一家族を皆殺しにするようなこともよくあるし時には一時に幾人もの子供を切り殺すような場合もあったところが監獄へ入っているうちに期待なくらいに子供が好きになったのだ奴は獄僧から庭に遊んでいる子供を眺めるのを自分の日課のようにしていた一人の小さい子供などは うまく手名付けられて、いつもその窓の下へやってきて、大の仲良しになったほどだ。ところで、僕が何のためにこんな話を持ち出したのか、お前にはわからんだろうな。ああ、なんだか頭が痛い。そして嫌に気がめいってきた。兄さんは変な顔をして話をしますね、と阿良者が不安そうに注意した。なんだか気でも違った人のようですよ。 話のついでだけれど、モスクワであるブルガリア人からこんな話を聞いたよ。弟の言葉が耳に入らないように、イワン・フヨードロビッチは言葉を継いだ。あの国ではね、トルコ人やチェルケス人がスラブ族の反乱を恐れて至るところで暴行をするそうだ。つまり、家を焼く、人を切る、女子供に暴行を加える。囚人の耳を堀へ釘付けにして一晩中売っちゃっておいて、 朝になると首を締めてしまうなどという、とても想像もつかない有りさまなんだ。実際よく人間の残忍な振る舞いを野獣のようだなどと言うけれど、これは野獣にとって恐ろしく不公平で侮辱的な言い草だよ。だって野獣は決して人間のように残忍な真似はしないものだ。あんなに技巧的で芸術的な残酷な真似なんかはできっこないよ。虎だって、 ただ噛むとか引き裂くといったことしかできないものだ。人間の耳を一晩中釘付けにしておくなんて、たとえ虎にそんな能力があったにしろ考えも及ばないことだ。とりわけそのトルコ人どもは変態性欲を持って子供を苛いむんだそうだ。まず母親の体内から愛屈でもって子供をえぐり出すというあたりから始まって、ひどいのになると血のみごを空へ放り上げて、 母親の目の前でそれを銃剣の先で受け止めてみせるやつもある母親の面前でやるというのが主なる快感を形作っているわけだなところがもう一つ非常に僕の興味をそそる情景があるんだよそれはまず一人の血の身子がわなわなと震える母親の手に抱かれていて辺りには侵入してきたトルコ人が群がっているといった光景を想像してごらんところで この連中が一つ愉快なことを思いついてね。一生懸命あやして赤ん坊を笑わせようとしていたんだが、とうとういい塩梅に赤ん坊が笑い出したのさ。その刹那、一人のトルコ人がピストルを取り出して赤ん坊の顔から五六寸のところから狙いを定めた。すると赤ん坊は嬉しそうにキャッキャと笑いながらピストルを取ろうと思って小さな両手を伸ばす。と、 いきなりその芸術家は顔の真ん中を狙ってズドンと引き金を引いて小さな頭をめちゃめちゃに砕いてしまうんだ。いかにも芸術的じゃないか。ついでながらトルコ人は非常に甘いものが好きだって話だ。兄さん、何のためにそんな話をするんですとアリ者が尋ねた。僕はもし悪魔というものが存在しないで人間がそれを作り出すとしたら、 きっと人間そっくりの形に悪魔を作っただろうと思うんだがな。そんなことを言えば神様だって同じことですよ。お前はハムレットの中のポローニアスみたいになかなかうまく言葉をそらすね、とイワンが笑い出した。お前はうまく僕の言葉尻を抑えたもんだ。いや、結構結構、大いに愉快だよ。しかし、 人間が自分の姿や心に似せて作り出したものだったら、さぞかしお前の神様は立派なもんだろうな。ところで今お前は何のためにあんな話を持ち出したかって尋ねたんだね。実はね、僕はある種の事実の愛好家で同時に収集家なので、新聞や人の話から手当たり次第にそういう種類の逸話をノートにとって集めているんだ。もうだいぶ立派な収集ができたよ。 例のトルコ人ももちろんその収集の中へ入っているんだが、こんなのはみんな外国種だからな。ところが僕はロシア種もだいぶ集めた。その中にはあのトルコ人よりも一段優れた奴さえあるんだ。お前も知っている通り、ロシアでは随分よく殴る。それも多く無知や棒で殴る。しかもそこが国民的なんだよ。 我が国では耳を釘付けにするなんてことは夢にも考えない。我々はこれでもヨーロッパ人だけれど、しかし無知とか棒とかいうやつは妙にロシア的なものになってしまって、我々から奪い去ることができなさそうだ。外国では今はあんまり殴ったりなんかしないようだ。人情が美しくなったのか、それとも人間を殴ってはならぬという法律でもできたのか、その辺はよく知らないけれどね。 その代わり外国の連中は別なもので、ロシア人と同様国粋的なもので埋め合わせをしているよ。それはロシアではとても不可能なほど国民的なものなんだ。もっともロシアでも、ことに上流社会で宗教運動が始まった頃からはそろそろ移植されかけたようだがね。僕はフランス語から訳した面白いパンフレットを持っている。これにはつい最近、 ほんの五年ばかり前にスイスのジュネーブである殺人犯の悪党を死刑にした話が書いてあるんだ。それはリシャールという二十三になる青年で死刑の間際に介護してキリスト教に入ったんだそうだ。そのリシャールは誰かの死生児でまだ六つくらいの子供の時、両親が山に住んでいるスイス人の羊飼いに暮れてやったのだ。 羊飼いは仕事に使おうと思ってその子供を育てたわけだが、子供は羊飼いの間で野獣のように育った。彼らは子供に何一つ教育を施さなかったばかりか、かえって七つくらいの年にはもう羊飼いに追いつかったくらいだ。しかも雨が降ろうが寒かろうが、ろくに着物向きせなければ食べ物さえほとんど与えなかったのだ。 羊飼いの仲間はそんなことをしながらも誰一人悪かったと思って後悔するものなんかありはしない。それどころか立派に権利でも持っているように考えていたのさ。なぜってリシャールは品物かなんぞのようにもらい受けたのだから、養ってやる必要さえないと思ってたんだからね。リシャール自身の証言によると、その頃この少年はまるで聖書の中の宝刀息子のように、 売り物の豚にあさえる餌でもいいから何か食べたくてたまらなく思ったが、それさえ食べさせてもらえなかった。彼が豚の餌を盗んだ時には切管されたくらいなんだ。こんな風にして彼は少年時代と青年時代を送ったが、やがてすっかり成人して体力が固まると自分から進んで泥棒に出かけたのだ。この野蛮人はジュネーブの町で日雇い稼ぎをして金を儲けては、 儲けた金を逆代にして、ならず者のような生活をしていたが、結局、しまいに、ある老人を殺して持ち物を廃弾だ,だ。リシャールは、たちまち逮捕されて裁判を受け、死刑を宣告された。あちらの連中は、干渉的な同情なんかしないからね。ところが、牢に入ると、早速、牧師だの、各キリスト教団体の会員だの、慈善家の夫人だのといった、 いろんな連中がこの男を取り巻いて、監獄の中で読み書きを教えて、しまいには聖書の講義まで始めたんだ。そうして説教したり、諭したり、脅したり、透かしたりされた結果、ついに当人は、おごそかに自分の罪を自覚するに至ったのだ。そこで、リシャールは自分から裁判所宛に手紙を書いて、自分は使用のないならず者でしたが、やっとおかげさまで、 神様が自分の心をお照らしくださって、お恵みを授けてくださりました、とやったわけさ。するとジュネーブ中が騒ぎ出した。ジュネーブの町中の慈善家や特攻家が大騒ぎを始めた。上流の人や教養のある人たちがドッと監獄へ押しかけ、リシャールを抱いたり接吻したりするんだ。お前はわしの兄弟だ。お前にはお恵みが授かったのだ。 当のリシャールは感極まって泣くばかりだ。そうです。私はおめぐみを授かりました。私は少年時代から青年時代へかけて豚の餌を喜んでいましたが、今こそ私にも神のおめぐみが授かりまして、主のおおむねに死ぬることができます。そうだリシャール。主のおむねに死ぬがいい。お前は血を流したのだから、主のおおむねに死ななければならぬ。 お前が豚の餌食を羨んだり、豚の口から餌を盗んでぶたれたりしたときに、これは全く良くないことだ。盗むということはどうしたって許されていないからな。少しも神様を知らなかったのはお前の罪ではないとしても、お前は血を流したのだからどうしても死ななければならないよ。やがて最後の日が来た。衰え果てたリシャールは泣きながら絶え間なしに、 これは私の最も良き日です。なぜと言って、私は主のおそばへ行くのだからです、と繰り返す。すると、牧師や裁判官や事前家の夫人たちは、そうだ、これはお前にとって何より幸福な日だ。なぜと言って、お前は主のおそばへ行くのだから。こんな連中がぞろぞろとリシャールの乗せられた囚人馬車の後から、徒歩や馬車で形状を刺してついて行ったのだ。 やがて形状に着くと「さあ死になさい兄弟」とリシャールに向かってわめく「主のお胸に死になさい」「なぜならばお前にも神のお恵みが授かったのだから」こうして連中は兄弟リシャールにむやみに兄弟としての切符を浴びせた後形状へ引き出して断頭台へ座らせ「ただこの男にお恵みが授かったから」というだけの理由で いとも親切に首をはねたというわけさ。いや実にこの話は外国人の特性をよく表しているよ。このパンフレットはロシアの上流社会に属するルーテル派の事前化の手でロシア語に翻訳され、ロシア人民強化のためだと言って新聞雑誌の無料付録として配布されたものだ。リシャールの一見の面白いところは国民的な点にある。 ロシアではある人間が我々の兄弟になったからと言って、またその人がお恵みを授かったからと言って、首を切り落とすなんてことは馬鹿らしい話だ。しかし繰り返して言うが、ロシアにもやはり独自のものがある。ほとんどこの話に負けないくらいのがあるよ。ロシアでは人を殴って痛めつけるのが、歴史的な直接的で最も手近な快楽となっている。ネクラソフの死には、 百姓が馬の目を、素直な目を、無知で撃つところを歌ったのがある。あんなのは誰の目にも触れることで、ロシア式と言ってもいいくらいだ。この詩人の描写によると、力に余る重荷をつけられた弱々しい馬が、ぬかるみに車輪を取られて引き出すことができない。百姓はそれを撃つ。猛烈に撃つ。ついには自分でも何をしているのかわからないで、 打つという動作に酔ってしまって力任せに数知れぬ無知の雨を降らすのだたとえ手前の手に負えなくっても引け死んでも引け痩せ馬が身をもがくとやるせない動物の鳴いているような素直な目の上を百姓はピシピシと打ち始めるこちらは夢中になって身をもがきやっとのことで引き出すそして全身をブルブル震わせながら 息もしないで体を斜めに向けるようにして、妙に不自然な見苦しい足取りで、ひょいひょいと飛び上がりながら引いてゆく。その光景が、ネクラソフの死の中に恐ろしいほど如実に現れている。もっとも、これはたかが馬の話だ。馬という奴は、撃つために神様から授かったものだ、と。こう、脱胆人が我々に説明して、それを忘れぬように無知をくれたんだよ。 ところが、人間でもやはり殴ることができるからね。現に、知識階級に属する立派な紳士とその細君が、やっと七つになったばかりの生みの娘を無知で折檻している。このことは、僕の手帳に詳しく書き込んであるんだ。親父さんは、棒切れに節く暮れがあるのを見て、この方がよく効くだろう、なんて喜んでいるのさ。 そして、現在に血を分けた娘をやっつけにかかるのだ。僕は正確に知っているが、中には一つ打つごとに情欲と言っていいくらいに、時期通りに情欲と言っていいくらい熱していく人がある。これが無知の数を重ねるたびに、次第次第に激しくなって、急数的に募っていくのだ。一分間殴り、五分間殴り、やがて十分間と殴りつけるうちに、 だんだん効き目が現れて愉快になってくる。子供は一生懸命に、お父さん、お父さん、お父さんと泣きわめいているが、しまいにはそれもできないで、ぜいぜい言うようになる。時には、そういった鬼のような残酷な諸業のために事件が裁判沙汰になることもある。すると弁護士が雇われる。ロシア人は弁護士のことを、弁護士は親雇いの良心だ、などと言っているが、 この弁護士が自分の依頼者を弁護しようと思って、これは通常ありがちの簡単な家庭的事件です。父親が自分の娘を折巻したまでの話じゃありませんか。こんなことが裁判沙汰になるというのは現代の恥辱であります、とわめきたてる。陪審員はそれに動かされて別室へ退き、やがて無罪の宣告が与えられる。民衆はその折巻者が無罪になったからといって、 歓声を上げるという段取りでな。チェ、僕がその場に居合わせなかったのは残念だよ。僕がいたら、その冷国間の名誉を表彰するために、奨励金支出の議案でも提出してやったんだのに。実に素晴らしいポンチ絵だよ。しかし子供のことなら僕の収集の中にもっと面白いのがあるよ。僕はロシアの子供の話をうんとうんと集めてるんだぜ、アリシャ。 五つになるちっちゃな女の子が両親に憎まれた話というのがあるその両親は名誉ある管理で教養ある紳士淑女なんだよ僕は今一度はっきり断言するが多くの人間には一種特別な性質があるそれは子供の虐待だしかも子供に限るのだ他のうぞうむぞうに対する時は最も冷酷な虐待者も迫愛心に富み 教養の豊かなヨーロッパ人でございと言った顔をして嫌に陰銀で謙遜な態度を示すけれど、そのくせ子供をいじめることが大好きなんだ。この意味において子供そのものまでが好きなのだ。つまり子供の頑ぜなさがこの種の虐待者の心をそそるのだ。どことして行くところのない誰一人頼るものもない小さい子供の天使のような信じやすい心。 これが虐待者の忌まわしい血潮を沸かすのだ。あらゆる人間の中には野獣が潜んでいる。それは怒りっぽい野獣。攻めさいなまれる犠牲者の泣き声に常欲的な血潮をたぎらす野獣。鎖を放たれて抑制を知らない野獣。引頭のためにいろいろな病気。足痛風だとか肝臓病だとかにとっつかれた野獣なのだ。で、 その五つになる女の子を強要ある両親がありとあらゆる拷問にかけるのだ。自分でも何のためやらわからないで、ただ無償に打つ、叩く、蹴る。しまいには、痛いたいけな子供の体が一面紫色になってしまった。しかるに、やがてそれにも嫌気がさしてきて、もっとひどい技巧を牢するようになった。というのは、実に寒々とした玄関の季節に、 その子を一晩中便所の中へ閉じ込めるのだ。それもただその子が夜中に用便を教えなかったというだけの理由に過ぎないのだ。一体天使のような無邪気にぐっすり寝入っている五つやそこいらの子供がそんなことを知らせる知恵があるとでも思っているのかしら。そうして漏らした汚いものをその子の顔に塗りつけたり無理やりに食べさせたりするのだ。しかも これが現在の生みの母親の仕業なんだからね。この親は夜中に汚いところへ閉じ込められた哀れな子供のうめき声を聞きながらも平気で寝ていられると言うんだからな。お前にわかるかいまだ自分がどんな目に合わされているのかも理解することができないちっちゃな子供が暗い寒い便所の中で痛いけな拳を固めながら痙攣に引きむしられたような胸を叩いたり、 邪気のない素直な涙を流しながら神様に助けを祈ったりするんだよ。え、阿良者。お前はこの不合理な話が説明できるかい僕の弟で親友で神聖な神墓地のお前は一体何の必要があってこんな不合理が作られたものか説明ができるかいこの不合理がなくては人間は地上に生きていかれない。なぜなら善悪を認識することができないから。 などと人はよく言うけれど、そんな対価を払ってまで、ろくでもない善悪を認識する必要がどこにあるんだ。認識の世界全体を挙げても、この子供が神様に流した涙だけの値もないではないか。僕は大人の苦悩のことは言わない。大人は禁断の木の実を食ったんだから、どうとでも勝手にするがいい。みんな悪魔の餌食になってしまったって構いはしない。 僕が言うのはただ子供だけのことだ。子供だけのことだ。おや、僕はお前を苦しめているようだね、アリョシャ。なんだか人心地もなさそうじゃないか。もしなんならやめてもいいよ。大丈夫です。僕もやっぱり苦しみたいんですから。とアリョーシャはつぶやいた。もう一つ、ほんのもう一つだけ話させてくれ。これも別に意味はない。ただ好奇心のためなんだ。 非常に特殊な話なんだが、つい近頃、ロシアの古い話を集めた本で読んだばかりなんだ。アルヒーフだったか、スタリーナーだったか、よく調べてみなければ、どちらで読んだか忘れてしまったよ。なんでも、現世紀の初め頃、濃度性の最も暗黒な時代のことさ。それにしても、かの濃度解放者万々歳だ。さて、その現世紀の初め頃、一人の将軍があったのさ。 立派な縁者や自由をたくさん持った極めて富裕な地主であったが、職を退いてのんきな生活に入るとともに、ほとんど自分の家来の生殺与奪の権を獲得したもののように信じかねない連中の一人であった。もっともこんな連中はその当時でもあまりたくさんはいなかったらしいがね。しかし時にはそんなのもいたんだよ。さてこの将軍は、 二千人からの濃度のいる自分の領地に暮らしていて、近隣のうぞうむぞうの地主などは自分の居候か道家のように扱って威張り散らしていたものだ。この家の犬小屋には何百匹という猟犬がいて、それに百人ばかりも犬番がついていたが、みんな制服を着て馬に乗ってるのさ。ところがある時、メシスの子供でやっと九つになる男の子が石を投げて遊んでいるうちに、 誤って将軍の秘蔵の愛犬の足を傷つけたんだ。どうして俺の愛犬はビッグを引いてるのかとのお尋ねに、これこれで子供が石を投げてご愛犬の足を痛めたのでございますと申し上げると、ああん、貴様の仕業なんかと将軍は子供を振り返って、あれを捕まえと命じた。で、人々はその子供を母の手元から引っ立てて、 一晩中、牢の中へ押し込めた。翌朝未明に将軍は馬にまたがって本式の狩猟のこしらえでお出ましになる。周りには居候や犬や犬飼や瀬コなどが居並んでいるが、みんな馬に乗っている。ぐるりには、メシいどもが見せしめのために呼び集められている。その一番先頭には、悪いことをした子供の母親がいるのだ。 やがて子供が牢から引き出されてきた。霧の深いどんよりした寒い秋の日のことで、寮にはもってこいの日よりだった。将軍は子供の着物をはげと命じた。子供はすっかり丸裸にされて、ブルブル震えながら恐ろしさにぼーっとなって口さえ聞けないありさまなのだ。それをえ、と将軍が下知をする。走れ走れと瀬子供が怒鳴るので子供は駆け出した。 将軍は、かかれと叫んで、両見を残らず話したのだ。そして、借り立てたのだ。犬どもは、たちまちに、母親の目の前で、子供をズタズタに引き裂いてしまったんだ。その将軍は、何でも、金利産か何かになったらしい。そこで、どうだろう。この将軍は、重殺にでも処したものかな。道徳的感情を満足させるためには、重殺にでも処すべきではないかい。言ってごらんよ、ありょう者。 銃殺に処すす。べきです青白い歪んだような微笑みを浮かべて兄を見上げながらアリョーシャは小声で言った。上出来だ、とイワンはなんだか有頂天になって怒鳴った。お前がそういう以上はな、いや、どうも大変な忍者があったもんだ。そらね、お前の胸の中にだってそんな小悪魔が潜んでいるじゃないか。え、アリョーシャ・カラマゾフ。 僕は途方もないことを言いました。しかし、それそれ、そのしかしだよ。とイワンは叫んだ。ねえ、新墓地先生。この地上においてはその途方もないことが必要以上に必要なんだよ。世界はその途方もないことを足場にして立っているんだから。それがなかったら世の中には何一つ起こりっこないんだよ。我々は知っているだけのことしか知らないんだ。 兄さんは何を知っているのです。僕には何にもわからないのだ。と、上ごとでも言っているようにイワンは語を継いだ。それに今となっては何一つ理解しようとも思わないよ。僕はただ事実というものにとどまるつもりだ。僕はもうずっと前から理解などすまいと決心したのだ。何か理解しようと思うとすぐに事実を曲げたくなるから、 それで僕は事実の上にとどまろうと決心したわけだ。なんだって兄さんは僕を試すのです。と、阿良ョは緊張した調子で悲しそうに叫んだ。いい加減にして言ってくれませんかもちろん言うとも。言おうと思えばこそ、ここまで話を運んできたんだ。お前は僕にとって大切な人間だから、僕はお前を見逃したくないのだ。 あのゾシマ長老なんかに譲りはしないよ。イワンはちょっと口をつぐんだが、その顔は急にひどく沈んできた。さあ、聞いてくれ。僕は鮮明を期するために子供のことばかり例にとったんだ。この地球を表面から核心まで浸している一般人類の涙についてはもう何も言わないことにする。僕はわざと論題を狭めたのだ。 僕は南京虫のような奴だから何のために全てがこんな風になっているのかさっぱりわけがわからずに深い屈辱を感じるのだ。つまり人間自身が悪いのだよ。もともと彼らには楽園が与えられていたのに自分たちがミスミス不幸に陥ることを知りながら自由を望んで天国から火を盗んだ。だから何も哀れむことはないわけだ。僕の貧弱な地上的な ユークリッド式の知恵をもってしてはここにはただ苦痛があるのみで罪人はなく一切のことは直接に簡単に事件から事件を生みながら絶えず流動して平均を保っていくということだけぐらいしかわからないのだしかしこれはユークリッド式の野蛮な考えだ僕にもこれが分かっているからそんな考え方で生きていくのは不承知なんだ一体罪人がなくなって 全てが直接に簡単に事件から事件を生んでいくという事実が僕にとって何になるんだまたこの事実を知っているからって一体それが何になる僕には応報が必要なのだ。さもなくば僕は自滅してしまう。しかもこの応報もいつか無限の中のどこかで与えられるというのでは嫌だ。ちゃんとこの地上で僕の目の前で行われなくては嫌だ。 僕は自分で見たいのだ。もしその自分に死んでいたら蘇らしてもらわなくてはならない。なぜって僕のいない時にそれが現れたんではあんまり尺に触るじゃないか。実際僕が苦しんだのは何も自分自身の体や自分の悪行や自分の苦行を肥やしにしてどこの馬の骨かわからない奴の未来のハーモニーを培ってやるためじゃないんだからね。 おじかが死子のそばに寝ているところや、殺された者がむくむくと起き上がって自分を殺した者を抱擁するところをちゃんと自分の目で見届けたいのだ。つまり、万人がすべての事柄を一斉に知るときに僕もその場に居合わせたいのだ。地上におけるすべての宗教はこの希望の上に打ち立てられているのだ。しかし僕は信仰しているのだ。ところが、 また例の子供だ。一体我々はそんな場合、子供をどう始末したらいいのだろう。この問題が僕には解決できないのだ。何度でも繰り返して言うが、問題は山ほどあるけれど、僕は子供だけを例にとった。というのは、僕の言わなければならないことが実に明瞭にその中に現れているからだ。いいかいすべての人間が苦しまなければならないのは、 苦痛をもって永遠の調和をあがなうためにしても、何のために子供がそこへ引き合いに出されるのだ。お願いだから聞かせてくれないか。何のために子供までが苦しまなければならないのか。どういうわけで子供までが苦痛をもって調和をあがなわなくてはならないのか。とんとわけがわからないんだ。どういうわけで子供まで材料に入れられて、どこの馬の骨かわからない奴のために、 未来の調和の肥やしにならなければならないんだ。人間同士の間の罪悪の連帯関係は僕にもわかる。王法の連帯関係はわかる。しかし、子供との間に連帯関係があるはずはない。そしてもし、子供が父のあらゆる悪行に対して、父と連帯関係があるというのが真理ならば、その真理はまさしくあの世に属するもので、僕なんかにはとてもわからない。 また、ひょうきんな連中は、子供もやがて大きくなれば、どうせいろんな悪いことをするだろうなどというかもしれないが、しかもその子供はまだ大きくなってはいないんだ。まだのつやそこいらのものを犬で駆り立てたんじゃないか。おお、ありょうしゃ、僕は決して神を誹謗するわけではないよ。もしも天上天下のものがことごとく一つの賛美の声となって、生きとし生けるものと、 かつて生ありし者とが声を合わせて、主よ、何時の言葉は正しかりき。何となれば、何時の道の開けたればなり。と叫んだとき、全宇宙がどんなに震撼するかということも僕にはよくわかる。また、母親が自分の息子を犬に引き裂かした暴君と抱き合って、三人の者が涙ながらに声を揃えて、主よ、何時の言葉は正しかりき。と叫ぶときには、 それこそもちろん、認識の極致が到達され、一切のことが明らかになるのだ。ところが、またここへコンマが入るよ。僕はそれを容認することができないのだ。で、僕はこの地上に生きている間に、自分自身で早急に方法を講ずる。ねえ、アリョシャ。ことによったら、僕はそれまで生きながらえるか、あるいはそれを見るためによみがえってくるかして、 実際に自分の目で我が子の旧敵と抱き合っている母親の姿を見ながら一同と共に主よ、汝の言葉は正しかりきと叫ぶことができるかもしれない。が、僕はその時にもそれを叫びたくはないのだ。まだ事実のある間に僕は急いで自分自身を防衛する。従ってより高き調和などは平にご自体申し上げるよ。そんな調和は あの臭い牢屋の中で小さな拳を固めて我と我が胸を叩きながらあがなわれることのない涙を流して神様と祈った哀れな女の子の一滴の涙にすら値しないからだ。なぜ値しないかといえばそれはこの涙があがなわれることなしに打ち捨てられているからだ。この涙は必ずあがなわれなくてはならない。さもなければ調和などというものはありえない。ただ何によって 何をもってううというのだ。一体それは可能なことであろうか復讐によってあがなわれるというのかでも僕には復讐なんか用はない暴虐者のための地獄など何になるんだすでに罪なき者が苦しめられてしまった暁に地獄なんかが何の助けになるんだ第一地獄が存在していてどんな調和があるんだ僕は許したいのだ抱擁したいのだ 人間がこれ以上苦しむことをよくしないのだ。もしも子供の苦問が真理のあがないに必要なだけの苦問の定量を満たすために必要だというなら、僕は前もってきっぱり断言しておく。一切の心理もそれだけの代償に値しないと。それぐらいなら、母親が我が子を犬に引き裂かした暴君と抱擁などしてくれなくてもいいんだ。母親だって暴君を許す権利はないのだ。 もしも立って望むなら自分だけの文を許すがいい。自分の母親としての無料の苦痛だけを許してやるがいい。しかるに八つ咲きにされた我が子の苦痛は決して許す権利を持っていないのだ。たとえ子供自身が許すと言ってもその暴君を許すわけにはいかないのだ。もしもそうならば、もしも誰もが許す権利を持っていないとすれば、一体どこに調和があり得るのだ。 一体この世界に許すという権利を持った人間がいるだろうか。僕は調和は欲しくない。つまり人類に対する愛のために欲しくないというのだ。僕はむしろ報復されない苦問を持って終始したい。たとえ僕の考えが間違っていても、やるせない苦問と癒されざる不満の境にとどまるのを潔しとする。それに調和というやつがあまり高く値踏みされているから、 そんな入場料を払うことはどうも僕らの懐具合に合わないんだよ。だから僕は自分の入場券だけを急いでお返しする。僕が潔白な人間であるならばできるだけ早くお返しするのが義務なんだよ。だから僕はそれを実行するのだ。ねえ、あるよしゃ。僕は神様を承認しないわけではない。ただ、調和の入場券を慎んでお返しするだけのことだよ。 それは謀反です。と阿凌舎は目を伏せながら小声で言った。謀反僕はお前からそんな言葉を聞きたくなかったんだが、とイワンはしんみりした声で言った。謀反などで生きていかれるかい僕は生きていきたいんだよ。さあ、僕はお前をなざして聞くから、まっすぐに返事をしてくれよ。いいかい仮にだね、お前が最後において人間を幸福にし、 かつ平和と安静を与える目的をもって人類の運命の塔を築いているものとしたら、そのためにただ一つのちっぽけな生き物、例のいたいけな拳を固めて自分の胸を打った女の子でもいい、銭が火でも苦しめなければならない。この子供のあがなわれざる涙なしにはその塔を建てることができないと仮定したら、お前は果たしてこんな条件でその建築の技師となることを承諾するかい さあ、偽らずに言ってくれ。い,いえ、承諾するわけにはいきません。と、阿良ョ社は小声で答えた。それからね、世界の人間が、いたいけな受難者の何の言われもない父親の上に打ち立てられたような幸福に甘んじて、永久に幸福を享受するだろうなんかというような考えを、お前は平気で認めることができるかいいや、できません。けど兄さん。 阿良者は急に目を輝かししながらこう言い出した。兄さんは今許すという権利を持った者がこの世の中にいるだろうかと言いましたねところがそれがいるんですよその人ならば一切のことに対して全ての人を許すことができるのですそれというのもその人はあの人に代わって自分で自分の婿の血を流したからです兄さんはこの人のことを忘れていましたね ところが、この人を基礎として、その党は気づかれるのです。この人に向かってこそ、主よ、何時の言葉は正しかりき、何となれば何時の道は開かれたればなり、と叫ぶこともするでしょう。ああ、それは罪なきただ一人と、あの手の血のことだろう。どうしてどうして、この人のことを忘れはしなかったよ。それどころか、どうしてこの人を引き合いに出さないのかと、 長い間不思議に思っていたんだよ。だって大抵お前たちは論争の時には何よりも先にまずこの人を担ぎ出すじゃないか。時にはありょうしゃ、笑っちゃいけないよ。僕がいつか一年ばかり前に激死を一つ作ったんだ。もしも僕に付き合ってもう十分間ほど暇を潰すことができるなら、一つお前に話して聞かせてもいいんだけれど。兄さんが激死を書いたんですって。 うん、どうしてどうして。とイワンは笑い出した。今までにかつて二行と詩なんか書いたことはなかったんだが、その激史はただ頭の中で考えて今もなお覚えているというだけの話だ。しかし、熱心に考えたものだよ。お前は僕の最初の読者。いやいや、聞き手なんだ。全く作者にとってはたった一人でも聞き手は取り逃したくないもんだからな。 イワンは薄ら笑いを漏らした。あな、そうか。どうしようかな。僕は喜んで聞きますよ。とアリオシャは言った。僕の激死は大審問官と言うんだ。バカバカしいものだけれど、お前に聞いてもらいたいんだよ。